3番人気、7番オグリキャップ、これ以上ない仕上がりですね。9番人気、8番ナイスネッチャ、1番ゴールドシップ、8番人気です。2番メジロマックイーン、7番人気です。6番人気、4番ゴールドシップ、6番ナイスネッチャ、4番人気です。3番人気は7番オグリキャップ、9番人気、8番ナイスネッチャ。ちょっと厳しいメンバーですが、栄光はもう目の前まで来ている。タウラス杯決勝、現在1番人気はここまで無敗、グランプリウマ娘、3番オグリキャップ、実力は負けていません。2番人気、ここまで無敗、グランプリウマ娘、9番オグリキャップ、ここまで無敗、グランプリウマ娘、7番オグリキャップ、3番人気です。下克上は起こりうるのか。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはメジロマックイーン、9番オグリーキャップ、3番オグリーキャップ、期待通りの結果を出せるか。1番人気、3番オグリーキャップ、メジロマックイーン快調に飛ばしていきます。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はメジロマックイーン、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は9番オグリーキャップ、3番オグリーキャップ、並んでくる、それを見るように7番オグリーキャップ、ここまでが先頭集団。さあ花に立ったのはメジロマックイーン、このままリードすることができるか。続いて9番オグリーキャップ、3番手には7番オグリーキャップ、3番オグリーキャップ、ここにいた、その後ろ6番ナイスネイチャー、外目をついて8番ナイスネイチャー、そしてそのうち4番ゴールドシップ、その外並んで5番ゴールドシップ。2コーナー回って向こう正面、先頭は相変わらずメジロマックイーン、続きました9番オグリーキャップ、さらには7番オグリーキャップ、それを見るように3番オグリーキャップ、2馬身3馬身開いて6番ナイスネイチャー、2馬身差5番ゴールドシップ、少し後ろから8番面白くなってきたぜ、その後ろ4番ゴールドシップ、1馬身離れて1番ゴールドシップ、9番オグリーキャップ、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません、息を入れるタイミングがあればいいですが。残り 1000m を通過、中間が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。先頭は変わらず9番オグリーキャップ、大欅を越え4コーナーへ、この直線で勝負が決まるぞ。さあここから先頭を伺うのは3番オグリーキャップ、5番ゴールドシップ、徐々に進出、まだ1馬身以上の差があるぞ、ここから捉えることができるのか。7番オグリーキャップ、前を狙っていると、最終コーナー最初に風を受けてきたのは9番オグリーキャップ、残り400m、外から5番ゴールドシップ、驚異的な末脚、並んでくる5番ゴールドシップ、5番ゴールドシップ、ここで抜け出した、残り 200m、5番ゴールドシップ足を衰えない、5番ゴールドシップリードは1馬身、食い下がる9番オグリーキャップ、5番ゴールドシップ、今ゴールイン、勝ったのは5番ゴールドシップ、タウラス杯の栄冠を見事に掴み取りました。2着には9番オグリキャップ、3着3番オグリキャップ。